はい皆さんこんにちは。昨日発表しました ChatGPT DPTs の a i ミュージックアイデアサポーター。これがですね、とっても皆さん関心を持ってくれて僕の仲間とかでいろいろテストもしてもらったりしてるんですけれどもとても評判よくそして YouTube の コメントなんかでももう少しこんなところをアップデートしてほしいなというような要望もあったので機能のバージョンとはまた一つ二つ工夫をしてアップデートをしていますので是非是非皆さん使ってみてくださいこの GPT 図は概要欄にもリンクを貼っておきますが GPT を探す というところからも簡単に出てきます。ですから今日はその方法とかまた応用した使い方そういうのをお話ししたいと思います。じゃあ早速やってみましょう。チャット GPT を開いていただいたら GPT を探すという左側のここですね。これを押していただくと今の画面のようになるはずです。 ここで GPT を検索するというところでアイデアというふうに打ちましょうそうすると AI ミュージックアイデアサポーターというのが多分2つ目ぐらいには出てくると思いますこの緑のアイコンこれをよく覚えておいてください じゃあ、この二つ目の AI ミュージックアイデアサポーターこれを押してください。はい。このような画面が出てきますので、曲のアイデアを考えてくださいというのがあります。これを押してください。すると、この部分ももうアップデートしています。どんなテーマで提案をしましょうか昨日まではここだけだったんですけれども、 ジャンルに指定があれば、それも指示してくださいという風になります。なければランダムで考えますということです。昨日の時点では、ランダムでいろんなパターンを作ってくれました。一回やってみます。動物という風に仮にタイプして、そして送信ボタンを押します。そうすると、曲のアイデアを動物 というキーワーワドに対ししてて個の提案をしてくれますこんな感じで表のようになるということですこの表は左から順にナンバータイトルジャンルサブジャンルスタイルオブミュージックこれは素の AI での言い方ですけれどもユーディオとかをお使いの方であればプロンプトに相当するものですそして次は 曲の概要ということでタイトルが森のささやきというのに対して森の中で動物たちが囁ささき合う静かな時間を表現という風うになっていまして歌詞の戦闘これは静かな森の中で動物たちのささやきが聞こえるこういうような歌詞を使いますということですこの歌詞一応バース戦闘という風うに書いていますが 時にはコーラスでこのフレーズを使ってくる場合もあります。そしてもう一度ニューチャットにしてみます。新しいチャット。この曲のアイデアを考えてください。これを押します。先ほどと同じように動物としますが、ジャンルがどうしてももう J-POP で提案してほしいという人は J-POP このように打つと J-POP ばかりで提案してくれるようになりました。やってみましょう。はい。ジャンルの欄が J-POP、J-POP という風になって提案してくれていますね。そして、ここでもアップデートがあります。上記の番号を選んでください。歌詞を作成します。ここでもキーポイントがあります。 ここで通常は左の番号で自分があ、この曲作りたいなと思ったのをこのように見ながら決定するわけなんですけれどもここでなかった場合他のリストが欲しいときは0を入れてくださいということで0を入れてもう一度送るとはい、このようにまた違う提案をしてくれます ここで1から10番まで出ています。ですから先ほどのものはもう選択ができません。こういう時応用をお話しします。そういう時はあさっきの方がやっぱりこれは良かったなというふうに思うことがありましたらここで先ほど0を押した部分ですね。これをやめて 鉛筆マークこれですねここで上側の番号これで指定すると上側もですからこれからの会話というのは2つ目の10選これでやるということなんですがせっかくこうやって GPT 図が提案してくれたので前のものも欲しいというような時があるじゃないですか。 それはどうやればいいかと言いましたら上側のリストの方で一番右下のコーナーからこのように文章をなぞっていきます例えばこのナンバーのところまでなぞっていいと思いますここでコントロール C, C もしくは Mac の方はコマンド C でコピーを取ってくださいこの 応用しっかり覚えておいてくださいね。Excel を持っている人は Excel。そして Excel に似たようなソフトを持っている人はそのソフト。というふうに、まず表計算ソフトを出してほしいんですね。いや、表計算ソフトを持っていないよという人は Google Chrome を使うとですね、ここで新しいタブを開きます。はい。Google のこういう画面になりますね。 そうしましたら、右の方に9個の点でできたメニューがあります。これを押してください。そうしますと、ちょっと下がっていたところに、このスプレッドシートというのがあります。これが表計算です。これを押します。すると、このような画面が出てきます。もう以前に今やりたいことを作っている人があれば、画面下の方にある 今までのファイルから選んでください。そして今こんなことを初めてする人は空白のスプレッドシート。このプラスの絵を押してください。すると見慣れた表計算ソフトが出てきます。そして今 A の位置の部分の一番左上角これが選ばれています。この状態でコントロール V 貼り付けですね。それをやります。はい。ご覧になってください。このように、先ほどの GPT 図の表が、このように貼り付きます。もうちょっと見やすくするときは、BC との間、カチカチっとやると、一番長いものに整います。サブジャンル。そして次は、スタイルオブミュージックですね。このようになりました。そして、曲の概要。はい。このように、 なりますこのように全部見えるようになりました。そしてさらに応用です。もう一度チャットの方に戻ります。2ページ目。これも覚えておきたいときはもうわかりますよね。こちらの方から今度は上の見出しはいらないですからこの位置のところまで。これを選択しましてまたコントロールしもしくはコマンドし そして表の方に来ます。今度は10行目の下の部分、ここを選択しまして Ctrl V。このようにするとアイデアがいっぱい溜まっていくわけです。このようにして今後作る音楽、それらをここでアイデアのストックということで今回はご紹介します。そして話は元に戻ります。ここで上の番号を もう一度押します。例えば、ライオンの王国。8番ですね。これで歌詞を作って欲しいと思えば、8番。こう入力して送信してください。そうすると、ここで重要なアップデートです。選んでいただきありがとうございます。ライオンの王国の歌詞を作成します。これが機能までの状態です。そこで、英語のフレーズは混ぜますか 0から100で回答してください。いわゆるこれはパーセンテージと思ってください。20より多くすると必ず1箇所ぐらいには英語のフレーズを混ぜてきたりします。でも今回はわかりやすいように50ぐらいにしてみましょう。送信をします。 はい。ここにも工夫があります。昨日までは通常の会話の文字ですね。僕の場合は今背景が白になっていますから文字が黒い。このスタイルオブミュージックや他の会話のような出方と、ここだけは黒い背景のこれコードエリアとか読んだりしますけれども、これになっています。これになっているとコピーがしやすいです。 この右角の上だけを押すとちゃんとクリップボードにコピーができる。これもマイナーアップデートですがこのようになることが多い100%とはいきません。95%ぐらいの確率でこの黒画面になります。これの方がコピーをしやすいので覚えておいてください。このように英語フレーズがまだった形で表現されています。 そして、この50をもう一度編集をしましょう。今度は0を押して送信をしてみましょう。はい、どうでしょう。英語のフレーズが全く出てこなかったですよね。このように使い分けをしていただくと、英語混じりの歌詞が欲しい人、そうでない人、 どちらの要望にも対応できるようにしました。そうしまして、ここでも最後のアップデートです。この歌詞で OK ですかと聞いてきまして、歌詞を N 番まで作り直してとか、違うバリエーションが欲しいとか、要望があれば指示を願いますというようなメッセージがあります。ですから、ここで4番までに再構成して、 とかいうことができるようになります。ちょっとやってみましょう。4番まで再構成して、そして送信します。はい。このようにバース4とコーラス4が作られました。そしてアウトロがあってエンディングインストゥルメント。このようにできたわけです。最後にこれでスの AI で 作ってみましょう。スノー AI のバージョン3.5最新版ですね。それの方でもまだイントロとかは出ぬくいというような皆さんのご意見があったりします。確かにそうですね。エンディングの方が出やすくなったような気がします。でもこれで一度やってみましょう。一発で収めたいので、上側の3番構成、これの方を コピーします。そうしまして、スの AI をこのように立ち上げまして、サインインをしてください。そうしまして、クリエイトボタンを押します。はい。歌詞があるときは、カスタムモードをチョイスしてください。そして、このリリックスと書かれたところに今の歌詞をペーストします。コントロール V、もしくはコマンド V です。そうしまして、 スタイルオブミュージックを持ってきます。はい。この部分をコピーします。そしてスタイルオブミュージック、ここに貼り付けをします。そしてタイトルもコピーしましょう。ライオンの王国。そしてスノに戻ってタイトルのところに貼り付けをしましょう。そして先日よりスノの方もアップデートしましてこのスタイルオブミュージックのあたりに バージョンがあったのが上の方に来ています。今 V3 が標準になっていますが、ここで課金ユーザーの人はバージョン3.5を使えます。ここですね。じゃあこれを選択します。バージョン3.5を選択すると4分までの音楽が一気に作れるということになります。じゃあクリエイトボタンを押しましょう。 ショートカットをしなくても15秒から20秒ぐらいで作れるんですが、あ、もう喋ってる間にできちゃいましたね。はい、ほんの10秒から15秒ぐらいでした。では、聞いてみましょう。 僕を守るために広い草原で風が吹き抜ける太陽の下でを胸に王国の誇りを高く掲げてライオンの王国強さを見せるどんないはい途中は飛ばします はいもう2分を超えていますが、ちゃんと最後までいきましたね。 曲ですこの2曲目もちゃんとイントロがありましたね「太陽の下でをに」「王国の誇りを高く掲げて」 はい、ちゃんと感想もありますアウトロに入りましたエンディングも演奏してくれています ことを山と共に見られルと共に君かいても君山と高のけ毛の胸をたたえてライオンの王国未来へと続くその強さと誇りをいつまで

カウント続けてたんですね。えいつ止めようかなと思ったんですが独り言のような声が聞こえましてまるでレコーディングのアフターリハーサルのようなつぶやきのような音楽が入ったとっても面白い仕上がりができました今回はイントロや感想そしてアウトロエンディングまで完璧と言っていいほどに作られましたね 僕は案外ですね、いい感じにできるようになったって感じがするんですね。そして多分皆さんも分かっていただいたように、日本語歌詞の読み方というのがかなり流暢になったような気がします。これからも AI での作曲、こちらの方もいっぱいチャレンジしてやっていきましょう。そして僕の方の新しい GPTs、 AI ミュージックアイデアサポーターこれも可愛がって使ってあげてください僕の中でも今までの歌詞ビルダーもたくさんの人に使っていただいてましたがやり方によっては使い勝手がある人も多いんではないかなと思われますいわゆるアイデアがなかなかない時にですね自分が何を作ろうかここで迷う人が たくさんおられると思います。そしてこの何をといういわゆるタイトルを考えてくれるとき AI はランダムで単純に出しているのではありません。なるべくヒットソングになるように新しいトレンドなどをブラウジング機能などで考えながら提案してくれるように中でプログラミングをしています。ぜひ皆さんのヒントに このソフトを使ってみてください。今日はご視聴ありがとうございました。またねー。